単独で動作する多脚ロボを作りたい。どうも、アンペロボルタです。そろそろ操作をしないで動けるロボを作りたいと思ったので、今回は作るロボのコンセプトを考えます。まずはボディ。ボディは4足ロボにします。で、流行りに乗るみたいなので悩んだんですが、犬型にしようと思います。背中にマニピュレーターもつけて、あれこれってボストンダイナミック、まあマニピュレーターはまた別で考えますが、多分モーターの数とかを考えるとつけるとしたらこんな感じかなと。クワガタ。目は光学センサーをいくつか搭載して複眼にしようと思っています。そのセンサーで機械学習とかも試してみたいな。あとは Bluetooth とかで通信機能をつけようかな。大体のコンセプトはこんな感じです。で、光学センサーですが、フォトトランジスタを使います。試しに動かしてみると、フォトトランジスタの前を物が通ると出力の電圧が変化します。これを並べればイメージセンサーみたいになるはず。あえてカメラを使わないスタイル。まあ無理そうならカメラ使います。フォトトランジスタをどうやって並べるかは次回。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。